ヒルダウ。今私は相模原市中央区水郷棚高田橋の下の河川敷のところに来ています。今日はいい天気ですのでね、たくさんの方がキャンプをしておりますな。この水郷棚川から高田橋を渡りますと相川町小沢地区へと入りますが、その高田橋の際のところに2つの山が見えると思います。小沢城という城がありました。高田橋を渡って右側が今鎌倉殿でもこの後出てくるであろう横山島の小沢氏がこもった城の小沢城、そして左側相川町古廟の裏側にあったのが小沢新城、室町時代の初期の城と言われています。この小沢城の城主は金子家紋之助、相模川の水運を利用した交通の要所として当時の小沢城は大いに栄えていたようです。月光談は間もなく800回となります。800回記念ラジオドラマ第1弾はこの小沢城を舞台にお届けいたしましょう。この小沢城を中心としたエリアには小沢城の姫にまつわる伝承があります。その点と点を一つの物語にしました。それでは月光談シアター800回記念開演です。小沢の城の姫の物語。文明7年1475年、小沢城。金子殿。おお、高春殿ではないか。またここから川を眺めておるのですか。ああ、この城の眼下に広がる相模川と小沢の渡し、人と物があんなに激しく動いておる。ここからこの地が小沢の地が潤っていることがわかる。ああそうですな。私たち海老名の家は中津川に面しております。やはり川の大きさが違いますな。ただ川の向こうの、そうじゃ、川向こうの棚の連中だ。この小沢の利益をめぐって小競り合いが続いておる。いつ大きな戦になるかわからんな。さようで。父上。おお、梅か。松も一緒か。高春様もこちらでしたか。うむ、松姫も息災いるようじゃな。高春様がこれをお持ちに。うん。おお、これは立派な晴れ着で。高春様とお姉様の婚礼の晴れ着です。今日から取り寄せました。梅にも似合うかと。父上、婚礼は来月です。そうか、もうそんなになるか。海老名家と金子家の結びつきを強くする梅田ことじゃ。盛大に祝うぞ。松も早くいい人を見つけて。わ、私は父上とこの小沢の城に残ります。だからまだいいんです。相川町高田橋から小沢坂を登る途中になるのが城坂です。お城の坂と書きます。まさに小沢城に続く坂です。小沢城は中津原大地の東北の隅の突端の地形を利用した要害の山城です。城の城域は5万7000平方メートルと言われています。この城の城主は金子家紋之助。彼には美しい姫がいたと言われています。一地方の豪族であった金子家はこの小沢城で平和に暮らしていました。しかしその平和な暮らしを崩すように歴史が大きく動き始めます。世に言う長尾景春の乱です。当時の関東の情勢は山の内上杉氏と扇ヶ悦上杉氏が衝突をしていました。金子家はこのうち山の内上杉氏についていました。そしてその山の内上杉氏の有力家臣長尾景春が反乱を起こします。これにより関東は混沌とした戦乱の世となります。我が金子家と小沢の城は世に道理を示すべく長尾景春様にお味方いたす。海老名家も同じく長尾景春様にご尽力いたす。長尾景春方についた金子家紋之助、金子家紋之助らを中心とした
長尾景春側の鎮圧に当たったのが太田道官でした。申し上げます。対岸の田中の館に多数の旗印、その旗太田道官の軍の模様。はい、分かった。各車の守備を固くせよ。天下の名士太田道官じゃ、何をしてくるかわからん。川をやすやすと渡らせるな。は。小沢城から対岸側と言ってもいいですかね、水郷棚に来ております。この水郷棚のフレーカー館から剣道に伸びる坂、これを城坂と言いますね。この城というのは、この城の周りの土の色が白っぽかった、そこから城坂と言われています。ただもう一つの説として、こちらの城も後ろの城、ここには田無の巨漢があったんではないかと言われています。長尾景春の乱では、長尾景春に味方した小沢城城主金子家門之助、この他にも小磯城の越後五郎四郎、みぞろき城のみぞろき正成、小机城の矢野兵庫など、相模の国の多くの武士たちが長尾景春に味方をしました。その長尾景春の乱を鎮圧すべく派遣されたのが、戦上手の名将と言われた太田道官でした。太田道官は小沢城を攻める際に田無の巨漢に陣を敷いたと言われています。しかし小沢城は要害として名高く、長尾景春の援軍もあり落城することはありませんでした。時に文明9年1477年3月、しかし翌年の文明10年1478年3月、太田道官は再び小沢城を攻めます。小沢城と連動して太田軍を苦しめていた溝呂木城と磯部城が落城します。申し上げます。お味方の磯部城、溝呂木城陥落。太田道官の軍が小沢城に向かってきます。内田様、加藤様、内陣に。そうか、磯部も落ちたか。影ある様の援軍も今回は期待できん。梅と松をここへ。父上。松よ、そのような顔をするな。お前たち二人も分かっておろう。太田軍がこちらへ向かっておる。わしらはこの小沢城で最後の抵抗をいたす。そなたたちはこの城を落ち延び。父上、私もここで。ならん。まだこの城の北は空いておる。そこから落ちるのじゃ、時はない。申し上げます。城の西越の地に海老名家の旗が見えます。こちらへ向かっています。海老名の援軍など。高原様。父上、私は高原様のとこへ行きます。待て待て、梅、外には太田の軍がおる。待たんか。誰か梅の元へ、梅を高原殿の元へ届けるのじゃ。は。私はここで太田の軍を食い止めます。誰か私に続け。は。待つまで。待たんか。おい。再び小沢城に戻ってきました。小沢城から対岸の棚、少し高いところにありますが、相模川が要害として横たわっていますね。しかしそこは戦上手の太田道官、猛攻により小沢城は窮地に立たされます。現在この小沢城市、小沢城の後には城坂、城の内、馬繕い場などの地名が残っています。確かにこの場に小沢城があったという証になりますね。小沢城の最後の抵抗が続けられます。くっ、さすが天下の太田道官、次から次へと。松姫さん、城が。あ、城が炎に。父上。うわ。もはやここまで。私はあれに見える沼に身を投げる。我が屍を太田の軍にさらすなよ。姫、姫、皆の者、姫の城を無駄にするな。わしらもここで死ぬぞ。小沢城市から梅沢の坂を登り、箕輪辻を越えたところにある坂、桜坂。その桜坂の麓にあるのが姫の松です。この姫の松の場所には昔底なしの沼があったと言われています。小沢城が戦乱に巻き込め落城した時に、小沢城の姫がここまでやってきて
この沼に身を投げた伝承が残っています。姫の死を見届けた小沢城の家臣たちは現在の桜坂の途中でお互いに胸を刺し自害をしたと言われています。そのことから桜坂は以前は刺す坂と呼ばれていました。いつしか底なし沼はなくなり、そこに一本の松が生え、今は姫の松と呼ばれています。小沢城落城の姫の伝説、この姫の松の他にもう一箇所あります。高原様、太田の兵がこんなところにも。姫、こちらへ。川が、高原様。姫、早くお逃げください。もはやここまでですね、高原様。この晴れ着はあなたとの契りのための晴れ着。この晴れ着を着て、あなたのもとへ行くことが私の強い思いでした。この世で再び高原様にお会いできないようです。この世で果たせぬ契りなら、せめてあの世にて。ああ、城が燃えている。父上は？松は？憎い。太田道館よ。私からすべてを奪った太田道館も道連れじゃ。小沢城の姫の落城の物語、それはこの相模川沿いにあります。小沢城の姫はこの相模川に身を投げたという伝説です。すでに言い名付けのあった小沢城の姫は、この世で結べる契りならばせめてあの世でと相模川に身を投げたという伝承も残っています。相模川に身を投げた姫の伝説、こんな結末が待っていました。えい、早くせよ。小沢の城が、梅姫の城が燃えておるではないか。急げ。が、太田軍の新手が。まずい、囲まれておる。おのれ、私もここまでか。なんだ、あの竜は。川から、おお、太田軍が引いていく。もしや、あの竜は梅姫。そうか、その身落として私を守ってくれたのか。おお、竜が空に帰っていく。見よ、あの優しげな瞳を。おお、さらばじゃ。小沢の城が焼け落ちていく。金子殿もあの炎の中かの。すまぬ、皆を守れなかった。許せよ。相模川に身を投げた小沢の城の姫の伝説。姫は竜に姿を変えて天に昇っていったという伝承があります。相模川に身を投げた姫の伝説については、竜になったとも大蛇になったとも言われますし、その言い伝えは荒磯磯部地区にも残っています。小沢の城の姫の物語、相川町小沢周辺には姫にまつわる伝説が数多く残されています。今回月光団本部は独自の視点でその伝承を結んでみました。今再び私は小沢城に戻ってきました。太田軍の猛攻に1ヶ月耐え抜いた小沢城は4月13日落城します。姫たちの悲しき伝承を残して。それでは姫たちの親であり上司である金子家紋之助はどうなったのでしょうか。一説には落城の際に自害したと言われています。しかし最近の研究では、太田軍に降伏し太田道館の家臣になったという伝承も残っています。いずれも伝承です。その伝承がどのような色の輝きを持つのか、ぜひとも皆さんの目で確かめてみてください。小沢の城から眺める風景、それはもう素晴らしいものです。姫たちの伝承の地、そこは町の人たちにとって手厚く保護されています。
小沢の城の姫の物語、まもなく終焉となります。伝承は伝承であり、しかしそこには必ず事実が残っています。その事実が一体どういった物語なのか、それはぜひ皆様の目でご確認ください。ヒルダウ。